2号蒸気機関車と保持3号機動車、久比木屋レールパークにて、久比木鉄道線新黒井駅跡の日黒井駅そば旧、久比木鉄道線裏河原駅廃線後に久比木バスの営業所に転用現在は、東久比バス本社久比木鉄道線は、かつて久比木鉄道自動車が運営していた、新潟県直江津市の新黒井駅と東久比木郡裏河原村の裏河原駅を結んでいた軽便鉄道路線。地元の利用者や鉄道ファンの間では、の中にアルファベットの K があしらわれた社紋にちなんで、丸 K と呼ばれていた。1971年に全面廃止された。線内で使用されていた2号蒸気機関車は、コッペルの愛称で親しまれ、1966年5月に引退後、1972年5月から5年間、西武鉄道山口線で余生を過ごし、現在は同市久比木区百軒町に保存されている。また廃線後、線路時期の一部には、北越急行北北線の建設用地になった箇所もある。日本有数の豪雪地帯を走るため、雪対策が施された軽便鉄道でもあった。とはいえ軽便規格で豪雪に立ち向かうのは苦労を要し、開業後23年で終日運転不能の日だけで125日あり、全休日のない年はこの間のうち6年しかなかった。しかし同じく、久比木鉄道が展開したバス事業はさらに深刻であり、1933年の記録では、裏河原高田間の全休日は116日に達したほどだった。結果的には、このバス事業の雪対策の遅れこそが、軽便鉄道が生き延びた最大の理由であった。運行本数新黒井裏河原間直通列車、7往復新黒井百軒町間区間列車、2往復新黒井明治村間区間列車、1往復新黒井飯室間区間列車、1往復所要新黒井裏河原間44分。なお、1968年10月1日の部分廃止によって、国鉄線との連絡がなくなった後、交通公社の時刻表やダイヤエース時刻表をはじめとする全国版、時刻表から当路線の路線図、時刻、運賃が一切掲載されなくなった。それから廃止までの約2年半の間は、時刻表の上では、幻の鉄道と化していた、裏河原駅から先安塚村への延伸計画が存在したが1915年に免許が失効した。新黒井駅北四ツ谷駅百軒町駅、宇野家駅明治村駅花ヶ崎駅、大池駅飯室駅下、小倉駅裏河原駅2号蒸気機関車1号機1914年、製造。ドイツのコッペル社製。後に DC92 に改造される。当初は同型機3両を導入の予定2号機製造年、製造所不詳。1918年に売却3号機開業時購入。1915年、売却新2号機1911年、コッペル社製。旧3号機と交換に1915年に大丸組から購入。1918年に2に、改版、1966年に廃車、六輪連結タンク機関車、アラン式弁装置を採用新3号機1945年、京三工業の製造になる、いわゆる、戦時系。1949年、仙台鉄道より転属。1952年に DB81 に改造 DC92 号機関車、DB81 8.0 トン。1952年、森製作所にて、新3号無式を改造。出力は 130PS、二軸凸型。後に京三工業にて、大枠、逆転機、5軸を改造される DC92 8.0 トン。1954年、京三工業にて1号機を改造。出力は 130PS、三軸凸型。当機には常時稼働し、信頼性は高かった。DC123 12.0 トン、1954年、日立製作所にて製造、1960年に、十勝鉄道より転属となる、出力 143PS、3軸、L 型、主に冬季に使用されたが、エンジンの調子が良くなく、たびたび、エンジントラブルを起こした、最多時4両が在籍、全車木造車で、当初すべてガソリン動車、後年、保持3のみディーゼル動車に改造された。単々式機動車、編集最初に導入されたのは、定員20名の単々式機動車で1926年1927年に各1両ずつが丸山車両で製造。車体のみならず、台枠も一部を木造とする。当初重量はいずれも 2.07 トンを交渉したが、丸山では類似車で、寸法、定員の異なる他社向け車も、一律 2.07 トンを交渉したため、実態とは異なる可能性が高い。エンジンは、当初、丸山が多用したフォードモデル T 用 2.9 リットル、4気筒を、専用2速変速機ともども搭載。プロペラシャフトとオームギアを介して5軸を駆動した。鉄道省監督局が1928年に実施したガソリン動車運行私鉄へのアンケートで、首引鉄道は現在使用する車両は輸送量の少ない路線には問題ないが、国鉄線に接続し、連絡客の多い路線には不適当ではないかという趣旨の回答を行っており、小型車では輸送力不足であった様子が伺われる。1935年11月4日認可で、エンジンを中古のシボレー1928年型用 2.8 リットル、4気筒に換装。その後、1942年7月30日認可で、再度エンジンをフォード A 型 3.3 リットル4気筒に換装。同時に、浅川式ガス台、粘土付けの木炭車となり、車体左側で入り口の拡幅を実施。実際の改造は、同時期の多くの私鉄同様、認可に先行していたと推定される。戦後はガソリンカーに復元された。丸山製単々車は木造車のため構造が脆弱なものが多く1930年代末期までに廃車された例が多かった中、首引の2両は九十九里鉄道キハ102から104と並んで階層を重ね長寿を保ち、戦後は予備車化したが、昭和30年代まで運用された。G1 2.07 トン、定員20名、1926年製造。戦後はエンジンを、いすず製、ガソリンエンジンの DG32 に換装、ボンネット前方と質し、チェーン2軸連動となり、車体前面に後半張り工事が行われた。1961年廃車、G2 2.07 トン、定員20名、1927年製造。戦後は前面のみ後半張りとなったが、G1 ほどの手は入れられず、丸山単々車の原型を多く残して、ボンネットを持たなかった。1956年廃車。ボギー式機動車、編集保持3号機動車、保持3号の客車改造台車保持3号の運転席、単々式車の輸送力不足から、より輸送力のある大型機動車を製作することになり、既存の畳敷き特別客車補特1がほとんど稼働せずに余剰化していたため、これを自社100分調工場で改造し両運転台、ガソリンカーの保持3とした、両端オープンデッキを残し、ロングシート客室化したが、車体に大きく手を加えるのを避けるため、デッキ外妻のガラス窓に加え進行方向右側の内際にもガラス窓を設け、客室内に置いた、運転台から二重のデッキ窓と貫通路を通して前方を視認するというほとんど他例のないレイアウトを採用した。客車時代そのままにトラス棒も存置された。首引鉄道はこの改造を1931年9月に鉄道省に設計申請したが提出書類内容がずさんで大量の不備指摘を食らい1932年3月17日にもなって引き換え申請するという事態に至った。最後は、鉄道省側が繰り返し照会、督促したが、満足な書類が得られなかった。つまるところ会社にまともな技術者がいないようであるという趣旨の呆れ気味な文面を記し、後日監査の機会に指摘するという当座の目こぼし的書談で、昭和6年度内ギリギリの1932年3月28日に、設計変更認可が下りた。保持3の成績を受けて1936年に保破3の改造で保持4を増備。機構や得意なデッキ内側運転台は保持3を踏襲している。これらボギーガソリンカー2両は輸送力の大きさで主力となった。戦後、保持4は客車に復元されたが、保持3はディーゼル化、デッキ廃止及び客室延長。運転台の9デッキ部への移設及び乗務員扉の設置、車体中央に乗降口を新設などの大改造を受けつつ、1971年の鉄道廃止まで気動車として運用された。保持産 8.0 トン、定員42名、1931年に自社工場にて、保徳1を改造。当初は中古のハドソン 4.85 リットル直列6気筒を搭載、客車時代からの日本車両製の紙式、ボギー台車に逆転機取り付け改造、チェーンに軸連動改造を施して、動力台車化。変速機は当初3段式で G1.2 と同じ1935年11月4日、認可でフォード A 型4気筒にエンジン換装。戦後の1951年10月、車体両端デッキを廃止して車端まで客室を延長、運転台を9デッキ部へ移設、車体中央にステップ付け乗降口を設置、全面非貫通化などの大改造を施され、左右非対称3枚窓の全面を持つ、車端片隅運転台車となる。エンジンは、統制型ディーゼルの系統である4年消失式、ディーゼルエンジンのイスズ DA45.5、1リットル直列、6気筒に換装され、床下に収まらないためヘッド周りを覆う、木箱状のカバーが、客室床に突出した。変速機は、機械式のままだが4段式となっている。同台車の二軸連動はチェーンから蒸気機関車のようなロッド式になったが、後年外されて一軸駆動となった。1957年に空気ブレーキ装備改造、トラス棒付きの木造車体はそのままに、1971年の全線廃止まで一貫して主力車として運行された。保持 4.25 トン、定員46名、1936年6月11日、改造認可、自社工場にて保波3を改造、当初からフォード A 型エンジンを搭載、その他多くの仕様は、保持3に準じる。ディーゼル化されることなく1952年に、再び客車に戻されたが、客車に戻った後も、内載のガラス窓はそのままで、ガソリンカー時代の名残を残していた。波6客車に、不一荷物車保波 1.25.97 トン、定員56名。1914年に日本車両の製造、4軸ボギー車、保波 3.45.99 トン、定員42名。1914年に日本車両にて、ホロ波 1.2 として製造、4軸ボギー車、2等廃止に伴い全室3等に改造される。保波3は、上記の通り保持4に改造された。保波 5.97 トン、定員56名、1952年に自社工場にて上記の保持4を改造、後に側板を後半張りにしている、保徳1次長、定員不明、1914年に日本車両にて日本初の畳敷特別車両として製造された4、軸ボギー車、現役時は雑誌などに登場し大人気だった。しかし、使用頻度が低く1932年に保持3に改造される波 4.2.15 トン、定員20名、製造年不明、青梅鉄道工場にて製造、魚沼鉄道よりの転属、二軸箱型、後に2不1に改造される波 5.63.2 トン、定員20名、製造年不明、青梅鉄道工場にて製造、魚沼鉄道よりの転属、二軸、箱型ダブルルーフ、オープンデッキ付け、2不 1.2.15 トン、荷重 4.0 トン、1958年に自社工場にて波4を改造、荷物車として使用、二軸箱型、W7 有害貨車右側の貨車はW14 トンを無害貨車は 12.28 トン、荷重 5.0 トン、1914年、日本車両にて製造、木製二軸有害車、同型車は2から6、は8、は9、は11、は7、2.50 トン、荷重 5.0 トン、1960年に、は1の同型車を自社工場にて改造、鉄製に軸有害車、同型車は10は12、2.0 トン、荷重 4.0 トン、製造年、製造所不明、1949年に、国鉄松浦線から転属、木製に軸有害車、同型車は13は14、1.2 トン、荷重 4.0 トン、製造年、製造所不明。1949年に国鉄小沼線から転属。木製に軸有害車。同型車は16は 15.5 トン、荷重 4.0 トン。製造年、製造所不明。1949年に国鉄商船小沼線から転属。木製に軸有害車と 2.67 トン、荷重 5.0 トン。1914年に日本車両にて製造。木製に軸無害車。同型車と3、と5、と6と不 1.67 トン。荷重 5.0 トン。1914年に日本車両にて製造。木製に軸種ブレーキ付け無害車。同型車。塗布4度機 15.5 トン。1937年に自社工場にて馬12を改造した自走可能なロータリー式除雪車。出力は 48PS ラキ 14.5 トン。1951年に自社工場にて国鉄商船小沼線から譲り受けた貨車を改造したラッセル式除雪車。自走負荷現在、久引鉄道で使用された一部の車両が保存されている。なお1971年の久引鉄道廃止後に数量の車両を熱心な鉄道愛好者が譲り受け、兵庫県内の山中に長年保管していた。2004年にその存在が明らかにされ、大きな反響を呼んだ。現車は新潟県に里帰りし、久引やレールパークに保存されている。通常は非公開、年に数日設定される定期公開日以外、機関庫への立ち入りや車両の見学はできないが、運営する団体へ事前連絡すれば見学可能。2号機廃止後、1972年より西武鉄道に貸し出されるものの、1977年に台湾製の蒸し機が導入されたことにより再び、直江津に戻る。その後百軒町の車庫にて保存 DC92、ディーゼル機関車、2006年外装復元、2007年動態化、保持3ディーゼル機動車、2006年外装復元、2012年動態化、H6モニタールーフやオープンデッキを備える古典車、2006年外装復元、2不1パーツとして保管していたが、2014年イメージ、復元、明治時代に製造された軽便客車の数少ない、生き残り、W7 1959年銅板張り外装に、改造、2012年外装復元、W14 国鉄小沼線から購入、2012年外装復元、と5と6と3の説もある。うち1両は2011年外装復元、また、2010年より定期公開時に乗車体験イベントを開催しており、係員が添乗している、保持3やH6などに乗車して、構内を往復できる。なお、このイベントには、新潟県内外で活動している、愛好家らも協力しており、今後も、さらなる動態化へ向けた活動が進められていくようで、ある。羽後1911年製造。現在は、魚沼鉄道羽荷の表記になっている。H6と同型ラキ1951年改造。現在は 610mm 機関に改造されている。ありがとうございます。